演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はミスタードーナツのピラミスチョコホイップ3種類と中華パイ3種類を食べたいと思います。これも美味しそうだな。特にパイの方はまた中華料理屋さんとコラボしたっていうのでね、これも気になりますね。ピラミスの方も美味しそうです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのパイからいただきません。確かこれがエビチリかチャーシューのどちらかですね。試食系もあるので甘さだけじゃない美味しさが楽しめそうです。ではいただきます。さっくりの後に来るピリピリがいつもの甘さとはまた違った味わいを出してるね。まあパイは甘いだけじゃないけど、それでも今までと違うな。チャーシューパイは醤油ダレの効いた具材がしっかりのサクッとした醤油によく広がってきたんですが、ちょっとチャーシューはどこに行ったのか分からないというのが残念でしたね。もうちょっとチャーシューが多かった方が嫌なということで、苦いこちらの点数させていただくのが効いてる。次のエビチリはチリソースの辛さが口の中にピュワッと広がってみて、食欲をストレスを与えてくれて美味しかった。サクサクしたパイとのエビチリって甘みがない気がしますね。なのでその新しさもあってこちらも点数させていただきます。最後に食べたごま団子パイはサクサクとしたパイがカリカリのごま団子とはまた違った食感を出していましたので、お餅もしっかりたっぷり入っていてよかったんですが、あんこがちょっと少なかったなということでこちらも点数させていただきます。でティラミスホイップに行く前にこちら今回はこちらのカシスシキカバタンタン麺というものを注文していました。ちょっと見せづらいのでちょっとこんな風にワイプの方注意してくださいね。こんな風になって、まあ、おーちょっと待ってね。では麺が伸びると嫌なのでこちらから先にいただきますね。やりパトから来たな。椅子の麺はパスタ以外でラーメンは30度だな。ではいただきます。思ったほどじゃないな。まあドーナツ店だから麺はこんなものなのかもしれないけど、せっかくのコラボなんだからもうちょっと頑張ってほしい。ラーメンもちょっと細すぎてちょっとつついてしまっていますし、そこまでつるつる喉越しがなかったのでもちろんでしょうかね。一緒かとさっぱりとした麺でしたね。なのでちょっとスープとの絡みも悪いかなと。そのスープの刺激もそこまで強いわけではないので、マイルドな担々麺が少なかったかもしれませんが、刺激を言うとちょっと違うかなと思いますね。これもコラボメニューなんですが、まあ、さっきのパイに比べると見劣りするかなということで、こちらも点数とさせていただきます。では最後にこちらのチョコレートティラミスホイップ、これもう割ったらアウトのやつなのでこのままいきますね。上のティラミスが美味しそうですね。ではいただきます。いや勝ちとか負けとかそういうことあんまり考えてないんだけど、今回の味わいから言うと勝者は辛い方かな。チョコレートドーナツはさっくりしていてたっぷりとしていたあったホイップクリームと相性が良くてどれも美味しかったのですが、それにとってティラミスがなんかちょっと主張が弱いという感じがするというか、ホイップクリームに完全に隠れてしまっていたのは残念でしたね。ティラミスのほろ苦さやレアチーズの酸味が感じられなくて、完全にホイップの上に乗れてしまっていて、これでティラミスが乗るのはどうかなと思える部分があったので、そこは残念でしたね。チョコホイップドーナツとしては美味しかったので、今回もどれもこちらの点数とさせていただきます。悪い意味で優劣がつかないんですよね。これいちごやチョコレート各種のチョコレートもそんなに主張してるわけではないので、トッピングの方のチョコレートですよ。ドーナツ生地のチョコレートは一緒ですからね。というわけでパイの方は想像以上の美味しさでしたが、チョコレートドーナツの方はちょっとイマイチだったかなというのは今回のミスト商品の正直な感想ですね。クリスマスシーズンにまた食べに行きましょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。